こんにちは、そういちろうです。今日はこちらとシンカリオン Z の山の手、そしてシンカリオン Z の E5 はやぶさの Z 型なんですかね。あと、うん、本もあるんです。あ、そのとは、うん、シンカリオン Z のシンカリオン Z 本です。なんか図鑑だね。図鑑みたいな本です。そうか、じゃあ今日はこれを紹介しようか。うん、行きます。これ開けていったんですが、はい、開けていったのは、ああ、それなんですね。ちょっとね、こうやって見せてください。こうやって、こうやって、こうやって手でこうやって隠すと、ほら、よく見える。よく見えてる。そうそうそう。こうです。前から見るとこうですね。横から見るとこうで。はい。後ろはこういう感じです。うん、後ろは、後ろは下はこうなってるんだね。下はこうなってる。これどうする？これ、じゃあシンカリオンに改造する？それともこのままにする？ちょっと待っててください。待っててください。はい、わかりました。ちょっと後でやってみましょう。ょう置いておきましょう。これがこの資材ラインなんですね。ああ、そう。山手線。後ろはこういう感じです。これ1500円ぐらいで売ってるんだよね。アマゾンで1300円ぐらいで買ったんだよね。うん。で、うん、E5 のプラレールで。あ、もうこれも出したやつ。ちょっと箱見せよう、じゃあ。箱の。これね。これですよね。これが、なんか、なんていうか、車輪が取れます。あ、そうなんだ。これ新しいね。それが、前のシンカリオンは、車輪が取れなかったね。取れなかったね。今回は車輪が取れるんだね。だけど、うん、もっと違います、車輪が。車輪が、プラレールは、もっと大きいんだけど。4個なのに、8個になってます。ああ、そうなんだ。そこが違うね、確かに、ね。そこが違います。そうだね。じゃあ、シンカリオンに変形させたいと思います。はい、ここね、見せながらやってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい、お願いします。まずは、後尾車を、ここ外します。ここをパキッと外して、あとの部品です。そしたら、ここをやったら、ちょっとこれも後のパーツなんですが、これをここにガチャンってやったら、そしたらこっちのパーツをこうやって開きます。なるほど。そしたらこっちの後ろの部品をガチャンってやって、そしてこうやって、なるほどね。そしてここの横の部品をガチャってやったら、すげえな。そしたらこっちにガッチャンやったらこっち足の完成じゃないんですが、まだちょっとで、あとちょっとで足が完成です。反対側のも同じです。すごいな。あ、なるほどね。そしてこっちを慣れたもんだね。やったらこのさっき言った部品をここのパーツのところ一回外してからつけるんだ。ここにつけます。なるほど、なるほど。前回のシンカリオンじゃなくて今回のシンカリオン Z は結構部品をこうバラバラにする感じだね。前のやつはさ、ね、こうバラバラじゃなくて全部くっついてたけど、今回のシンカリオン Z は、そして足が完成です。はい、完成です。じゃあ次は、次は先頭車です。はい、お願いします。先頭車はかなり違うんです。まずは、ここを、頭をこうやってペコって出して、ちょっと引っ込めます。そしたら、つねを出して、こうやってやります。そしたら、これを難しいんですが、ガチャってなるようにやって、ちょっと頭を引っ込めて、そして、ここをガチャンってやって、これを取ります。取ったら、こっちのやつをこうやってここを引っ込めます。なるほど。そしたらロックできます。なるほど。そしたら反対も同じようにこうやってここのところの白いところのグインとやってるところを引っ込めます。そしたらロックできます。なるほど。でガッチャンして、はい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 、こっちも同じようによく見せたらこうやってガッチャンしたら、こっちの部品をガチャンってやったら、なんか穴があるところに、このさっきやった下半身をくっつけてあげると
完成。そしたら、うん、中間車にある、うん、エキスカイバーを取ります、うん、ここにエキスカイバーがあって取ってあげて、あちょっと待ってください。これね、あれだよね、前のシンカリオンよりもなんていうんだろう、かっこいいよね、全体的に。こうやって前のシンカリオンはさ、持たせて、まだかなり古いから進化した感じがするね。こっちを出来上がったってやったら完成です。スタイルが美しい、かっこいいね。完成です。たくさん動くんだね。こういう感じ。あー、オッケー、なるほど。横はこういう感じで、もうちょっとこう引いて、後ろはこういう感じです。すげー、オッケー、はい、その横はこういう感じです。後ろはこういう感じなんですが、こっちのところはZグランクスが垂れてます。あ、こうやってZグランクロスが出せます。よし、そうそうそう、もう6分なんで、はい、もうちょっと動画を終了させてください。はい、はい、あとちょっとですね。あとはどこにするんですか。あとは、うん、ことですね、山手線です。ああ、そうか、それは最大のあと、Z 型します。ここを取って、ここのところを、こっちをガシャンってやって、なるほど。そして結構ね、部品がこうブラブラするんだよね。ここを車輪のここの部分ですね。これを取って、そこを取って、これを引っ込めてあげましょう。そしたらここを開けて、そしたらこっちの武器をこうやります。ああ、なるほど、ね。すげえ、ね、よくできてるな、本当。そしたら、さっきのこれをここのところのところに、ここにガチャンってくっつけます。なるほど、よくできてるね、ほんとね。そしたらこれをあとに使えるので置いときましょう。そしたらこれは、あ、これはここをガチャンして、そしてこれをこうやります。なるほど。そしたら爪でここをガチャンってやって、そしたらこっちが完成。そしてこっちはこっちのところとくっつけて、こっちも一緒です。なるほど。こうやってガチャンってやります。結構硬い。結構硬いんですが。なるほど。ああ、なるほど、かっこいいね。で、武器もつけますから、今。ちょっと待ってくださいね。この、ここのところ、ここのところのところに、これの緑のところ、そしてここにガチャン。そしたら完成。こっちも同じです。あ、そっちも同じ。こっちも一個穴があるので、そのところにガッチャンってくっつけたらできます。できます。違う、映ってる。はい、できます。そしたら、さっきのZ型にするか。で、ここを肩外します。はい、そしたら、E5 系のエキスカイバーを取りましょう。はい、エキスカイバーを取ったら、ちょっと待っててね。エキスカイバーを取ったら、さっきのこのジャイアナー線のやつを、ダメ、ダメ、ダメ、サーちゃん来ました、ごめんなさい。はい、そしたらここにガチャンってくっつけて、こっちも同じようにこうやってガチャンってしたら、そしたら囲碁系の肩にガチャンとくっついて、ね、こっちも同じようにガチャンってくっつけて、そしたら完成です。おー、すげー、見てこれ、かっこいい。こういう感じです。横はこういう感じで、ここすごい山の手のね、後ろはこう、こういう感じです。オッケー、すげーかっこいいな、こういう感じ。はい、っていうことで、ことで、はい、今日はシンカリオン Z の E5 をご紹介しました。
チャンネル登録と高評価よろしくね。高評価ね、はい、高評価か高評価、グッドボタンをよろしくね。はい、じゃあね、またね、バイバイ、グッドバイ、さようなら。